ご覧いただけてますか、この変わりよう。あ、どうもクレゴでございます。ちょっと本日はですね、すごい秘密基地にちょっと来てるんですけど、せっかくなんでですね、今後、このハイエース簡単にちょっと紹介やっていきたいと思います。まあ、ちょっと今回はですね、ヘッドライトが綺麗になりますよっていう、まあ、紹介をさせて、はい、いただくという感じですけど、まあまあ後々、はい、ハイエースはご期待ください。はい、というわけでですね、ちょっとこのヘッドライトを見てください。どう説明しましょうかね。まあ自分はですね、前はその2液タイプのクリアですかね、でヘッドライトを綺麗にした動画、上げてて、まあまあ非常にそれもご視聴いただいてたんですけど、今回はまあ他の YouTuber さんも結構紹介されてましたけど、あれ何ですかね、スチームなんですね。スチームでなんかこう液をこうなんかスチームするみたいな、なんかよくわかんないですけど。はい、ちょっと今やってるので、せっかくですのでちょっとご紹介します。でこれヘッドライトはハイエースの、はい、ヘッドライトです。あ、ちなみに今ちょっとお顔は映ってませんけど、今後もお世話になります。どうもです。はい、まあ皆さんよくあるでしょ、プラスチックヘッドライト、この黄ばんだ感じの、これを、まあ、まずはつけたまんまでもいいかもですけど、綺麗にしたいんだったらやっぱりこの端っことかも磨いた方がいいので、完全にもう外してください。まあ、あとは磨くのみです。はい、ペーパーで非常に磨くのみです。見下ろしたやつが400からですよね。400番から、はい、400、まあ、600、600、1000、あ、1000で3000、3000、あ、3000、3000まで、うん、はい、3000まで、必死に、綺麗に磨いていただけますと、これが今が、うん、もう3000番かけた。あ、これ3000番なんですね。うん、はい、お分かりいただけますか。もう隅々まで磨いてください。もうこの隅々まで、もう黄色っていう黄色がなくなるまで、はい、お分かりいただけますか。綺麗に磨きますね。素晴らしいです。ここの隙間も。でも、はい、ここの裏も、はい、ハイエース関係、まあ、サンバーとかもあるんですけど、この隙間ですよ、隙間。こいつがちょっと面倒くさいんですよね。まあ、でも綺麗に磨かれてます。でこれが、はい、そのスチームで綺麗になるんですけど、なんて言いますかね。まあ、なんか長持ちしないとかなんかよく言われてたんですけど、まあ、確かにその、クリア塗料でしたら。一発で綺麗にできれば、前回自分が言ってたのは 4,5 年ぐらいは完全にずっと綺麗だったんですけど、それが綺麗に成功するまで多少こう失敗もこういっぱいあるわけですよ。簡単にできないんですよ、要は。まあ磨きは結局同じですけどね。でやっぱスチームの方がその簡単に、綺麗にできますよということで、はい、ちょっと、あ、ちなみにちょっと不慣れな場所で喋ってるので、言葉になってないなら、なってなかったらごめんなさい。いつもぼっちで のこのこと撮影しておりますので、まあ、スチーム自体はですね、Amazon とかでも、まあ、全然売ってある機械なんですよ。はい、あ、市販によくあるスチームでございますね。はい、こちらでございます。普通のマグカップですよね。うん、普通のマグカップ。ここにで熱されるってことなんですね。そう。あ、じゃあこれ寒い時にコーヒー飲むの。そうそう、コーヒー飲むのちょうどいいかもしれない。あ、ですよ皆さん。これいいですよ。はい、ホットで飲めますね。ホットの飲むのに。でこれはあんまり高くないというあれですよね。そう。まあそうですよ、もし、自分でしたくないなって思われる方はですね、ご依頼も全然受けますので、その時はコメントにください。はい、まあ何か教えます。まあいろいろ教えます。はい、コスパ的にもいいですもんね。まあ、うん、何個もしようってもんだったらなおさらいいですね。うんうん、これ1個で結構な台数できる。あ、そうですね、です。はい、です。だって2液タイプのクリアは3000円近く今しますよ、混ぜるやつ。はい、でこれは、あ、これだけで1000円ぐらいって言われましたね。うん、1本1000円ぐらいかなですね、このカンカン。うん、あ、これ最初、これ付きで、そう、セットでこんぐらいかな、3,4000円ぐらいで売ってなかったっけ。ああ、ぐらいですね。うん、あ、まあその当時ですね。その当時。うん、あ、で、はい、完璧にちょっとこの脱脂を、はい、脱脂をするわけですよ。ちょっと脱脂中にあれですけど、これもう理想な工場なんですよ、ここの秘密基地。こっちのリフトもおるし、こっちの二中式リフトもおるし、いやー、マジ夢の世界です。マジで。ああ、でちなみに、あ、これほら、お宝の山が、この辺にお宝の山があるんですよ。バイクとか誰もこう勝手に来ないでくださいね、ここ。
本当やったら隅々までは絶対しないといけませんね、うん、1個のヘッドライトでどんぐらいの量使うんですか。多分使ってもこのぐらい、半分の1とかですね。でもあの1液やけ使わんくなってもまた引いたら戻せる。 あなるほどですね、ただこれ直にするとマジっすか、ちょっとやばい。あそっち系の激薬っぽい。まあ、溶かすあれなんで、やっぱそんな感じなんですね、吸い込まないように。ああ、マスクは必要、はい、ですね、うん、はい、だからあの皆さん、あのメガネ、グローブじゃなかった、マスク、手袋、はい、もし自分でされる場合はですね、はい、お願いします。で、温まるまでちょっと放置と。ああ、はい、さあちょっと皆さんこれでお待ちください一時。そうですよね、これ本当前から知ってはいたんですけど、なんか、いやー、2液クリアの方がよかやろぐらい俺は思ってたんですよね。2液、まあね、2液の方が長持ち具合としてはやっぱり2液の方が、ああ、そうですね、その表面的に綺麗についてるところはですね、ただ本当失敗するリスクと周りが剥がれるリスクとありますね、そういったのがやっぱりこれにはないかな。はい、あともやっぱ本当お手軽、お手軽ですね、うん、だから、そうですよ、あの素人さんじゃないですけど、自分不器用す、まあ、自分も不器用ですけど、あのっていう人でもあの綺麗になりやすいですね、これ意外と。まあ昔いっぱい多分紹介してる方多いと思うんで、まあ、そっちの方もあのチェックしてみてください。あ、なんかメラメラちょっとなってますね、うん、おー、なるほど、ちょっと待ってください、いいですか、あのアップしたいですすいません。おほー、お、すごいっすね。おほー、そうそう、他の YouTube では本当見てたんですけど、曇りが取れていく感じが結構気持ちいいですね、なんか見てて気持ちいいですこんな綺麗になるんですね。ただちょっと欠点として、はい、風があると、ああちょっとここ場所が悪かったですねおー、ご覧いただけてますか、この変わりよう、なかなかこんな綺麗になるんですね。これ本当見てて気持ちいいですねで、今度隅々とかムラなく乗せやすいですね、なんかこの感じ。そうそうそう、おすげえ、これすぐ触れるんですかね。いや、すぐには触らんほうがいいか。ああ、ですねこれは商売できますねだって本当クリアとかやったら、うん、そしてやり直しもあっち大変なんでですね、そうそう、湿気で白くはなるわ、うん、あ、これで2年って言われても、あ、じゃあ2年後またするわってなりますね、うんうん、ここまで簡単やったんすね。で、機械安かったっすね。そう、あ、気になる方これ買ってもいいかもですね。ちょ、アマゾンのやつ今あるんですかね。あ、なんかいろいろありますね、うんうん、あ、同じセット5000円であります、うんうん、あ、ご依頼も受け付けますけど、商品買ってもいいですよおお、あ、概要欄にリンク貼っとくので覗いてみてください。あ、これは本当5000円型ありますね。手軽でできて、はい、なんなら本当人のやつやってあげて、あのこれお金取れますよ、うん、で、もうコツとしては一回置いて、はい、ちょっとね、やっぱり変化がないところがどうしても出てくる。ああ、そうなんですね。あとはの中のこの細かい傷はどうしてもやっぱ取れる、ね、ああ、この中のやつはですね、うんうん、パキパキなってるところはそれはもう中の中なんで、そうそう、これどうしても、いやー、でもこりゃ十分ですねあ、ちなみに、はい、プロでございますよ、プロプロでございますよ。そんじゃそこらの素人とは大違いですよあ、でも素人でも一応できるみたいなあ、でも本当隅々これ磨くの大切ですね、本当、うん、角がやっぱりね、あ、まあ、どうしても取れない部分はしゃあないと思うけど、まあですよね、うん、これなんか匂いも何の匂いですかね、これ、はい、ね、でも直に嗅いたらやばいよ、もちろんいや、やめてきますなりそうですもん、OK かな、あ、はい、
バッチリですね。はい、どうですか。ちょっと一時眺めとっていいですよこれ。これこう見ても極みが分かんないですよ。こう縦に分かりますか、この中身のビキビキはどうしようもあれですけど、はい、このはい、ちょっとビフォーアフター、こりゃ新車になりましたね、とりあえずだけ。はい、てなわけでちょっととりあえずバッチリでございますけど、一応出来上がって、まあ、2時間ぐらいですね、2時間ぐらいは触らない方がいいという感じでございます。まあ、一応触れないことも今現在ないんですけど、まあ用心をとって、はい、2時間ぐらいってことですね。いや、どうですか。全然車検通らないやつも通りますよ、これ。ゆっくり今ね、車検がやっぱ厳しくなってるんで。はい、ですね。なんかなおさら。なおさら。ロービームですもんね、本当。まあとりあえずちょっと今回は、はい、簡単な動画ではございましたけど、はい、ヘッドライト綺麗になりますよということでございますよ。ヘッドライト系、掃除系、ちょっと久々アップしましたけど。まあはい、こんな感じですね。ちょっとハイエースが、はい、ハイエースなんで、はい。まあ今後もこうご期待ください。はい。はい、こんな感じで、はい、今回はちょっとヘッドライト簡単に紹介させてもらいました。まあ、気になる方は概要欄も覗いてみてください。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。まあ、少しでもいいかなと思ってくださいましたら、グッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、またご期待ください。ありがとうございました。